はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日は海外の売れ行き、完売タイムなどをチェックしていきたいと思います。今週はノースフェイスが海外で先行発売となっております。国内は今週発売ではありませんが、ノースフェイスの売れ行き、それからレギュラーアイテムは国内も海外と同じアイテムが発売になっておりなる予定となっておりますので、海外での売れ行きなどをチェックしていきたいと思います。人気のアイテム、チェックしていきたいと思います。それから動画の後半では着画の方も今週発売のアイテムの着画も、こちらの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで早速、海外の売れ行きチェックしていきたいと思います。まずはシュプリームのヨーロッパの方、ロンドンですね、見ていきたいと思います。完売タイムは今週はレギュラーアイテム、それからノースフェイス発売になりますけども、一番最初に完売になっているのはカクタスプラントのフーディーですね。ストロンガーザンフィアのフーディーがライトパープルと、このカラーが一番人気になっていると。50秒、ノースフェイスはじゃあそんな早くないってことか。コンバーティブルスウェットパンツのブラックが96秒、これが一番早いですね、ノースフェイスはね。それからホーシアリングのフーデッドジャケットのイエロー、シトラスってカラーですけれども、このカラーなんかも入っていると。完売状況をチェックしていきたいと思います。ノースフェイスは残ってるんですね、この、ヌプシー、それから、シェルジャケットともに残ってると、それからシアリングのジャケットは前から、ソールドアウトになっていると。やっぱりこの珍しいカラーのシトラスという黄色イエローっぽいカラーが人気になっております。それから日本で人気のネルシャツ、これは残ってますね。それカーディガン、カーディガンはやっぱりブルーが人気になっていると。そしてノースフェイスのフーディーは、ブルー、ライトブルーが売り切れになっていると。そしてカクタスプラントのフーディーは、ライトパープルでこのカラーですね。このカラーが人気になっていると。そしてノースの、フリーストップ残っている、T シャツは前からソールドアウトですね。T シャツは前からソールドアウト。パンツ残っている、コンバーティブルのパンツも残っていると。バギージンは、今週国内発売ありませんけども、海外では発売ありましたが残っております。ショートパンツ残っている、ミリタリーキャンプキャップ残っている、S ロゴキャンプキャップ残っている、クラッシュハットも残っていると。ハット類は全部残っていると。それからバックパック、それから手袋、そしてカラオケ、シンギングマシン、この辺も残っているということで、ノースフェイスはあれですね、今回の、このトロンプルイユの、騙し絵のやつはほとんど残ってるというような状態になっていると。 T シャツが人気になってますね。そして US の方も見ていきたいと思います。US の完売タイムは、ビデットアプリケカーディガンが一番早い、ブルー18秒、これ早いですね、18秒だって。ノースフェイスのポケティ、やっぱりUS でも人気になってますね。EU でも全部完売になってましたけど。あと、シャドープラットフランネルシャツ、ブルー。これがタイム入っております。2分ぐらいかな。117秒。そして、カクタスプラントのフーディーはライトパープル。やっぱり人気になっているというところで、完売状況をチェックしていきたいと思いますけれども、ノースはヌプシとシェルジャケ両方とも残っていると。US の方ではこのシアリングのジャケット残ってますね。そして、ネルシャツも残っている、カーディガンはやっぱりブルー、このカラーが人気、ノースフェイスはライトブルーのフーディー、カクタスプラントはやっぱりこのライトパープルってカラー、このカラーが売り切れになっていると。ノースフェイスのフリーストップ残ってる、 T シャツやっぱり売り切れですね。 T シャツは売り切れ、ノースフェイスのパンツ類は、コンバーチブルのパンツ、グレーとブラックが売り切れになっていると。バギージーン残ってる、それからフリースのショーツは売り切れ、キャンプキャップ、そして S ロゴキャップ、クラッシュハット、そしてノースフェイスのビーニー、この辺は残っていると。ノースフェイスのバックパック、手袋残っていると。シンギングマシンも残っていると。シンギングマシンは日本国内は、発売予定がないということです。ですので。まあ、US と EU ともに売り切れになっていて、今週日本でも発売があるアイテムというのは、このカーディガンのブルーと、あとカクタスプラントのこのライトパープルっていうこの青っぽいカラーの、この2アイテムぐらいかな。ということで、チェックしてまいりました。
大体やっぱ予想通りの人気のアイテムになってますね。ネルシャツも日本では非常に人気高いんですけども、EU、いや、US の方ではこのブルーがタイムに入っているということで、このカラー注目ですね。そして、後半からは着顔を見ていきたいと思います。早速見ていきたいと思いますけれども、今週のレギュラーアイテム、シアリングのジャケット。これ EU で売り切れになってましたね。ブラウン。このシアリングのジャケットというと、やっぱこのブラウンカラーとか、やっぱブラック。ブラックはムートンの、この中の、ボアの部分も、ブラックなんですけれども、まあ、このカラーがやっぱ定番ですね。ブラウンとブラック。定番カラー。それで今回、珍しいカラーで、このシトラスという黄色っぽいカラー。これが発売になると。このカラーが結構 EU なんかでは人気になっておりました。このニコンの外で見るとかなり明るめの黄色、イエローって感じですね。ブライトイエローとか、そんな感じのカラーにも見える、カラーの、ムートンジャケット。それからトラッカージャケット発売になると。これはフロッキングデニムのトラッカージャケット、レッドとブラウン。ちょっと青みがかった、ブルー、青みがかった雰囲気にも見える。感じの印象のデニムになっていると。それから、カーディガン。これ海外に人気でしたね。特にこのカラー。ブルー。この着画、公式の着画の印象が非常にいいですね。春っぽさもあって、まあ、爽やかさもあって、この時期、もう、まあ、桜のシーズンにちょうどこれからなっていくという時期ですので、まあ、そういった季節感もバッチリ合うというところもあって、日本でも注目のアイテムですね。特にこのブルーカラー、これが注目カラーになっていると。それからネルシャツ、ネルシャツ国内非常に人気が高いです、毎回。でこのオリーブカラー、それから多分このブルー、ちょっと画像ちっちゃいですけど、このブルーが結構人気になるんじゃないかなと思いますけれども、ブルーとあとオリーブ、これ注目カラーですね。あとブラックもう一色出ますけれども、そしてカクタスプラントのフーディはこのような感じに大きめにテキストのグラフィックが入っていると。これ刺繍で入ってますね。刺繍で入っているような仕様になっていると。カラーはライトブルーっていう、ライトパープルか。ライトパープルっていう、ちょっと青っぽい感じの雰囲気にも見えますけども、パープルってカラーが人気でした。それからノースフェイス、いろいろ発売になりますけど、ノースフェイスは国内。まあ、今週は発売ないということで、ヌプシジャケットであるとか、あと、シェルジャケ、ヌプシ。ちょっと最後、ざっと見て、ノースは今週ありませんので、また、発売前に詳しく、着画など見ていきたいと思いますので、ざっと見て終わりにしたいと思います。このフリースのトップス。フリースのショートパンツが結構人気でしたね。まあ、これから夏のシーズンになってくると、使い勝手がかなり良くなってくるんじゃないかなと思いますけども、フリースショーツ。なので、先を見越して人気になってるんじゃないかなと思います。あと、フーディのこのライトブルーカラー。この辺のカラーも春っぽくていいですね。それから T シャツも非常に人気でした。プリントがポケットの上にしてあるという T シャツ。それからバッグとグローブ。アクセサリーはシンギングマシンが海外発売になりましたが、国内は一応予定になっていないということですので。アクセサリーは今週ないのかな。ということで、着は見てまいりました。海外の売れ行きをチェックしていると、このカクタスプラントのフーディーであるとか、まあ、ネルシャツは海外ではそうでもありませんけども、日本ではいつも人気になると。それからカーディガンですね。カーディガン、このブルーカラー。非常に可愛いですね。ということで、着が見てまいりました。それから海外の売れ行きなどチェックしてまいりました。じゃあ、これで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。